このお仕事を始めたきっかけを教えてください。きっかけは小さい頃からお父さんとお母さんのお仕事を見ていてしてみたいなと思ったからです。なんか大変そうだなとか嫌だなって思ったことはないですか？まあ、そうですね、ないですね。朝早いですよね。ですね、朝起きは辛いとばってんですね。まあそれなりに楽しんで仕事してるんで、はい。ちなみに毎朝何時起きですか？まあ今は4時ぐらいですね。ちなみに木村さんこのお仕事始められてもどれぐらいになるんですか？もう高校卒業してからだっけ、もう8年ぐらいですね。はい。これまでの8年を振り返っていかがですか？はい、そうですね、まあいろいろ楽しい8年だったですね。どんなことがなんか思い出されますね？やっぱり自分で作った豆腐が、まあ、お客さんから美味しいって言ってもらえるのが一番ですね。それはお店とかでこう聞くんですか？買いに来られたお客さん。そうですね、あもうスーパーとかでも卸してたら、あんたんちの豆腐は美味しいとか言ってくれてもらえるんでですね、はい。豆腐作り、はい、どんなことが難しいですか、お仕事の中で？ああ、そうですね、やっぱりにがり入れるタイミングが難しいですね。やっぱちょっと硬さとかに影響してくるんでですね。初めてそのにがりを入れる作業をさせてもらえるのっていうのは、はい、大体でも8年目だそうですが、大体どれぐらいの時期に？ああ、そうですね、もう小さい頃からもう小学校ぐらいから手伝いはしてたんでですね、もう高校卒業して2年目ぐらいの時にもういきなりやってみろっていう感じで。緊張しました？そうですね、やっぱ失敗したらどうしようって思いながら。失敗されたことってあるんですか？ああ、もう今でも失敗します。はい、もう手探り手探りで。商工会青年部に入ったのは今からどれぐらい前ですか？だいたい4年前ぐらいですかね。はい。それは何か先輩からこう誘いがあって？そうですね、先輩からもうそろそろ入ったらドギャン会っていう話が来たんでですね、まあ地元で仕事してる県が入ってみようかなと思ってですね。入ってみて思ってたのと、あの方というか想像してたのと、そうですね、やっぱ全然違ってですね、まあ、イメージ的にはやっぱ飲み会が多いかなっては思ってたんですけど、はい、入ってみたら意外にいろいろ学べることも多くてですね、まあ、いい経験になります。まあ、そして仕事するならもう本当楽しむことが一番だと思います。はい、木村さんもこう木村さんなりの楽しみ方で今のお仕事を。そうですね、もう自分の場合はまあ仕事も楽しんでやってるし、趣味もですね、やってるんで。趣味何でしたっけ？はマラソンをやってるんで、はい。やっぱ仕事でも楽しみ、趣味でも楽しむのが一番だと思うんでですね、はい、仕事だけじゃなくて。そうですね、私生活も充実させないと。そうですね。やっぱ自分が楽しくないと美味しいものも作れないし、まあ長く続けられないと思うんでですね、これが一番だと思います。